はい、悲しいお知らせです。神戸で、神戸の大丸というね、デパートがあるんですけども、神戸の大丸で予定されていた自衛隊のイベントが、はい、たった10人が抗議しただけで中止に追い込まれました。ひどい世の中ですね。こんなこと何もできませんよ。何やったって反対する人はいるんですよ。10人がね、抗議しただけでイベント中止？ふざけんなっつんだ、まったく。はい。自衛隊展中止に対して朗報とツイッターした婦人団体があるんですよね。この婦人団体、まあ共産党系なんですけどもね、10人が抗議したら、すぐ中止になったんですって、速攻聞いたらしいですよ。はい。神戸市、これなんて読むんだ？スマクっていうのかな？スマク。神戸市スマクの大丸スマ店で7月27日28日に開催予定だった自衛隊の車両を展示するイベントが地元の女性団体などの反対で中止に追い込まれていたことが31日分かった。女性団体は SNS で中止を朗報と書き込んでおり、神戸は阪神大震災からの復興で自衛隊に助けられたはずではなどとする批判や疑問の声が相次いでいる。はい、この婦人団体の名前を晒しますよ。はい、新日本婦人の会兵庫県本部です。はい、読んでいきましょう。イベントは災害時に救助などを行う自衛隊の活動を知ってもらおうと、同店が初めて企画。正面玄関前で自衛隊の車両を展示するほか、救助活動をパネルで紹介する予定だった。しかし、開催前日の26日、同店はホームページでイベントの中止を公表。同店を運営する大丸松坂屋百貨店によると、複数の地元団体や住民から反対の声があり、会場が混乱しかねない状態だったので、お客様の安全安心を優先したというと。いや、複さないんですけどね。いや、だってこれね、何千人何万人から反対の抗議が来たならともかく10人ですよ。しかも女性団体10人です。それで会場が混乱しかねないから、まあ何なんでしょうこの弱腰、何なんでしょうこの事なかれ主義。これね、抗議する方も抗議する方だけども、中止する方も中止する方だ。大丸ふざけんな。こんなことが許されたら何だって潰せるわ。一回やるって言って発表した以上、どんなね、クレームがあろうが、やればよろしい。中身が間違ってたと思ったんだったらやめればよろしい。展示は正しいのに、10人がなんか文句言ってからやめます。だったら最初から企画すんじゃねえよ。ほんと迷惑だわ、そんなの。大丸、ふざけんなよ、まったく。弊害しかないわね。最低だわ、大丸。ほんと、害でかい。女性団体新日本婦人の会兵庫県本部は同日、ツイッターに朗報と書き込んだ上で、百貨店は子供から高齢者まで利用する、趣旨にそぐわないと中止を申し入れ、などと経緯を記載した。投稿に対し、内容を評価するいいねが1700件以上集まった一方、神戸は震災で自衛隊にどれだけ救われたか、などとする批判のコメントを相次いだ。中止の申し入れを中心的に行った同団体、スマ支部は、産経新聞の取材に、自衛隊の災害時の活動を批判しているわけではないが、安保法制成立や改憲の動きの中で、自衛隊の在り方に危機感を感じている。自衛隊に対する賛否両論がある中で、このようなイベントを行うのはふさわしくないとした。大丸松坂屋百貨店は、企画の趣旨を理解していただけず、イベントを中止せざるを得なかったのは残念だとして、いや、残念とか言ってんじゃねえよ。何ひよってんだよ。たった10人が文句言っただけで、なんで中止なんだよ。企画の趣旨を理解していただけずって、理解していただけるわけねえだろ。共産党系の婦人団体だぞ。そこが、それで理解するぐらいだったら苦労しません。何やったって、何を言ったって理解しない人たちですから。この人たちに理解されませんでした。万人から理解されるイベントなんて何の価値もないから、やめろ。そっちの方やめるべきですよ。1万人が1万人とも賛同する企画、何の意味もないわ。
そらね、3割ぐらいが大絶賛、3割ぐらいが大激怒、残りの4割はポカン、このぐらいがちょうどいいんですよ。もう最悪だね、子供たちがいるって。いやいや、子供たちの命をどれだけ助けたのよ、自衛隊が。もうね、最悪ですよね。で、そのね、共産党の初期局長、副書記だっけ、副代表、あの小池だわ、小池、あの小池にね、そこまで一点会で聞いたのよ。もし外国から攻められたらどうしたらいいんだって聞いたの。そしたら外国が攻めてこないというか、いやー、これもしもの話を聞いてんだろうと、もしも日本が外国から攻められたらどうすんだって聞いたら、あの小池のバカチンなんて言ったと思います？自衛隊に守ってもらうって言ったんですよ。もう開いた毛穴が塞がんないわ。もうビビるっしょ。そういう時だけ助けてもらうわけ。でも普段はこうやってね、イベント中止と、子供がいるのに何が車両だとかやるわけですから。あ、初期局長ね、そうマジでやばいわ。そんな人たちだよ。どんだけご都合主義よ。ご都合主義よ。こんな連中にね、中止に追い込まれたって、はっきり言って、気分悪いっしょ。これちょっとみんなね、これ抗議した方がいいよ。はぁ、これね、ちょっと、それに似たような話があるんですよ。これ言っていいのかな？これ言っていいのかな？私、公園に呼ばれてまして、ある場所から。そしたらね、これ大阪のね、寝屋川なんですよ。寝屋川にね、公園で呼ばれてるんですけどもね、どんな公園かというとですね、こういう公園なんですね。どこだ？あれどこだ？タイトル、あれどこだ？タイトルどこだ？主催者はですね、寝屋川市人権文化課ですね。でですね、これなんだ、タイトルが出てこない。あ、高級平和を願う市民の集いですね。高級平和を願う市民の集い。戦争の悲惨さや平和の大切さを考えるため、高級平和を願う市民の集いを開催します。戦争が終結して74年目の夏、今一度平和な世の中の尊さを考えてみませんかということで、寝屋川市が主催するものでですね、市立市民会館大ホールでですね、行われます。ところがですね、なんか地元じゃなくて日本中のなんか左派人権団体がこのね、平和の集いで、平和から最もかけ離れた人をゲストで呼ぶとは何事かと全国からですね、猛バッシングが来たらしいんですね。ところが寝屋川氏はやると、よしやるかということで、まあ私が乗り込んでいきますわ。もう防弾チョッキでも着ていった方がいいんじゃないかというね。まあ私が平和を語ったらどんなことになるか見せてやろうじゃねえか。当然ね、反対派も来るでしょうよ。この会を粉砕してやるって来るでしょう。いい根性してるわ。武田が平和を語ったらどんなことになっちゃうか見せてやるじゃねえか。いや、寝屋川市すごいですよ。普通ほらこういうのってほら、大丸のスマ店みたいな、ね、このアナルの小さい連中はね、
ちょっと反対されただけで、すいません、中止しますっていう感じですわ。ところが寝屋川市は、もう全国から批判が来ても、やりますと。はい。やるんですよ。はい。ですから、ちょっと私、気合い入れてですね、平和をがっつり語ってきますよ。そんな反対しただけでイベントが中止になるってことになったら全国でやりますからね。いくら反対しようがね、中止なんかに追い込めないっていうことにしないといけないですよ。だって私の話も聞いたこともない連中が何言ってんのって話ですよ。文句言うなら聞いてから言えよ。ね、平和の集いね、講師がこんなこと言ったと。これは不適切、これは不適切じゃないか。誰だ決めたのって言ってね、死を吊りし上げるとか言うならともか、まだ話も聞いてないうちから。何言ってんのって話でしょ。あ、これね、言論封殺だわ、そんなもの。そうでしょ？おかしいっしょ。ということでですね、ちょっと私はその完全に、アウェイな、多分外でね、武田帰れみたいなね、やってると思うんですよ。そこにニコニコしながらですね、さっそうと登場するというのをですね、やろうと思うんですけどもね。はい。というようで、やっぱりね、気骨ありますよね、寝屋川市はね。それでもやると、決めたらやるって言うんですから。行政なんて一番ヒューってなってね、事なかれ主義で、じゃあやめますとかなりそうじゃないですか、イメージ的にね。ところが寝屋川市は、気骨ありますね。いや、その気骨気に入りました。私もがっつり言ってもう完璧に平和を語ってきますから、平和を愛する者は保守になるはずなんですよ。左派こそ危ないですからね。やっぱね、平和を愛する者は、皇室を愛し保守になるんですよ。ですからね、ちゃちゃ入れてやろうっていうやつが来たらもうニーラ取りをミイラにしてやりますわ。もう武田色に塗りたくってやりますから、武田民にしてきますわ。ちょっとね、シュプレヒコール上げたりヤジを飛ばそうと思ってきたやつをもう全員武田民にしてきますから、ふざけんなよと、染まらない覚悟のあるやつ来いってやつ、もう武田がもう完璧に平和を語ってやりますからね。はい、覚悟して来いということです。はい、ということでございますまあこのね、大丸のスマ店と寝屋川市全然違いますわ、ね、とんでもない大丸のスマ店、たった10人が反対しただけで。だったらね、そのぐらいで日和ぐらいだったらそんなもん企画すんだっつうんだよ。直前に断られた自衛隊だって準備してんだよ。何なの？そんなやつだったらもう最初からね、そんな企画すんだっつうんだよ、まったくね。えということで、ちょっと大丸の話が出たので、ついでに寝屋川の話もしてしまいましたけど。